待ち、前回の続きからプレイしていきましょう。ゲーマ編の続きからですね。それからこの粗末な同人誌だ。沼さんはファイルの下から小冊子を取り出した。なんだと思う？これもしかして。そうだ、これが10年ほど前、シャチテの悪魔が作ったとされる、ネプチューン王桜花バージョンの攻略本だ。奥付けを見ろ。ゲーマは急いで奥付けをめくった。その奥付けには確かに、編集者、シャチテの悪魔、発行者、シャチテの悪魔と、記されていた。最後のページには、シルベルで見た幻のエンディングと同じ写真が掲載されていた。やっぱり、エンディングに、禁止勲章の重要シーンがあったんだ。ゲームの脳裏で、シャチテの悪魔が笑った。シャチテの悪魔という呼び名が、この世に登場したのは、おそらくこの時は最初だろう。ゲーマ、これを全部お前にやる。いいの？沼さん。そんな大事なものを。いいさ。死んだ徳也もきっとその方が喜ぶだろう。息子はちょうどお前くらいの歳だった。ありがとう沼さん。そのデータを役立てて早く本星を挙げてやってくれ。はい。沼さんに励まされてケーマは警察署を出た。ケーマは再び病院に戻った。できるだけしおりのそばにいてやりたかった。しおりは早くに両親を亡くしてたった一人の身の上だった。早くに両親を亡くして、しおりは大学2年の時に両親を亡くした。それも病気や事故ではなく、ある人間によって殺害されたのだ。殺害されたのか。その時のことをしおりは多くは語らない。それからしおりがどういういきさつで警察に勤めるようになったのかも、ケーマも沼さんも詳しくは聞いていない。聞けないよなそんなんな。しおりはまだ眠っていた。ごめんなさいしおりさん。朝までずっとここにいるから絶対に意識を取り戻してください。どうかお願いします。そう言ったらじんと涙がこみ上げてきた。午後9時を回った。病院の面会時間は終わったが、ケーマは無理を言ってしおりの看病を続けさせてもらった。さらに1時間が過ぎた。しおりは目を覚ます様子はない。悪夢でも見ているのだろうか。時々顔をしかめて額に汗を浮かべた。午後11時を回ってもしおりは眠ったままだった。ケーマはひたすら見守り続けた。もうすぐ日付が変わろうとしている。それでもしおりは目を覚まさない。しおりさん。ケーマはしおりの回復を強く祈った。今のケーマにはそうする以外しおりにしてやれることが何もなかった。4日目に続くと、一番最初に3日目を抜けたね。次誰をやっていこうかな。とにかくザッピングだろうからな。一番進んでない人見るか。AM。馬ちゃんか。馬ちゃん全然進んでないな。これ誰からザッピングだ。全然わからん。2時に、いたっけ？これか。あれか、トイレ入ってるとこか。そこでザッピングか。なるほどね。よし。紙がない。男のため息と。よし、こっから行こう。このシーンめちゃくちゃいいよね。俺めちゃくちゃ好きなんだけど、ここのシーン。どうしたらいいんだ。馬部はため息をついた。よう、いるよな。突然隣のトイレから男の声がした。あ、そうだ。さ、一応消しとこう。処理外す。あ、私？おう、そっちに紙はねえのかい？紙？
確かめねえで入ったから紙がねえんだ。全部出し終わってから気がついた。こっちは思ってますよ。割れが一つもらえるかい？ええ、いいですよ。じゃあ上から。馬部はトイレットペーパーを仕切り板越しに差し出した。仕切り板。トイレの個室と個室を仕切る板。小学生の時、鍵がかかったトイレを見つけて仕切り板の上からたわしを投げ込んだ経験が男なら一度あるはずないよ。それがだんだんとエスカレートして水をかけたりモップを投げ込んだりして、しかも入っていたのが先生でコピードックを怒られた経験が誰しも一度はないかないよ。水かけるってよっぽどのいじめだぜ。おう、ありがとうよ。やや間があって水の流れで音がした。リアルだな。助かったぜ。一大事でしたね。まったくだ。あんたの方は大丈夫かい？私？どうしたらいいんだって困った声出してじゃないか。ああ、聞こえましたか。実はそうなんです。よかったら聞かせてくれや。話せば少しは楽になるってこともあるじゃねえか。そうですね。お互い顔が見えないことが話をしやすくしていた。ここはまあ一緒なんだけどな。女が私の後を追ってきましてね。おう。今私のベッドにいるんです。なんだ、のろけか？違いますよ。それが下手に手出せない女なんです。どうして？ヤクザの女か。わかりますか？ああ、よくわかる。女はそのヤクザから逃げてきたってんだろ？逃げてるっていうか、追いかけられてるっていうか、よくあるケースだ。そうですか？いい女かい？かなり。あんた惚れてるのか？そういうわけじゃないですけど、あんな美人に迫られたら、断りきれないか。果たして子供は欲望に負け、一時の快楽に身を沈めて良いものか、もしくは、後先を考えて、悠然と子宮を断つべきか。馬部は芝居勝利言った。スウェーゼン食わぬはなんとやら。スウェーゼン食わぬは男の恥。つまり女がモーションをかけてきたらとりあえず言っとけ的なこと。まあこんな美味しい状況、人生にそう何度もあるもんじゃないわな。よくある人間はあるのかもしれない。そういうものに私はなりたい。はあ、ヤクザだろうがなんだろうが、女の方から迫ってくるのに逃げるってのは知恵と情けなかねえか。でもですね、女に恥かかしちゃいけねえよ。そうですか。男ならバシッと決めなきゃな。はあ、でもやっぱりやめよう。うまいは心の中でそう思っていた。しかしどうやって？ちょっと聞きたいんだけど、何でしょう。昨日渋谷で宝石強盗あったのあんた知ってるかい？心臓が飛び出そうになった。どういうことでしょう。いやー、前に一度あの店に行ったことがあってな。犯人は捕まったかい？まだじゃないですか。そうか。生きてるかな。生きてますよ。どうして殺されなきゃいけないんですか。そうだな。全くひどいやつです。罪のない人間を陥れて、ノーノーと逃げ回ってるなんて。警察は一体何をしてやってるんだ。まあ、すいません。つい興奮して。いや、けどまあ、必ずしも犯人と思われている男が悪いとは限らないけどな。たまたま巻き込まれただけかもしれないし。そうなんです。これは誤解がまかり通っている。巻き込まれた人がかわいそうでしょうか。ああ、まったくだ。二人は同時にため息をついた。なんかあんたとは初対面のような気がしねえな。対面してませんよまだ。そうだな。ほんじゃ俺も一ついいかな。俺、これはあれか、牛ザッピングか。あ、ちょっと困ってることがあるんだ。聞きますよ。お互い様です。長い文章をどうやったら暗記できるかね。は、いやな、ひょんなことから芝居をしなきゃならない羽目にあったよ。ええ、何も見ねえでセリフ言わなきゃならない。普通そうですね。しかしこれが頭に入らねえ。どうも困ったよ。セリフ口に出してます？いや、けど何度も読んでるぜ。目で読むだけじゃなかなか覚えられませんよ。口に出して実際その芝居通りに体も動かさないと。これは本当に実際そうだからね。演劇時代本当に覚えられなくて何回も口に出して読んでたわ。そうすれば結構頭に入りますよ。そういうもんかい。ま、語尾の方だけ覚えるって手もありますけどね。語尾の方？ええ、そこを覚えておけば前の内容は案外思い出せるんです。
ただその場合、ニュアンスというか言わんとしていることは合ってるんですけども、正確なセリフじゃない。へえ、あんた詳しいな。役者かなんかかい？変な話しちゃったから名前は明かせませんけどね。よし、じゃあ早速やってみるか。頑張ってください。あんたも気をつけてな。ええ。隣の男は先に出て行った。それから少ししてうまみもトイレから出た。うまみはゆっくりとドアを開けた。ドアを開いた。物音がしないのでそっと中に入る。ルイ子は裸のままでベッドで眠っていた。うまべはほっとしてルイ子の体に布団をかけ直した。首のあたりを触られている感覚でうまべは目が覚めた。ん？目の前にルイ子の顔があった。うまべの顔の前で両手をゴソゴソさせている。あ、ちょっと待って。はい、おはよう。ルイ子の顔が離れた。うまべは慌てて上半身を起こした。寝ちゃってたのか。ルイ子は寝ているうちにホテルを出ようと思っていたのに、少しだけベッドで休むつもりがそのまま眠ってしまったらしい。ごめんなさい、昨夜私一人先に寝ちゃって。いや、いいんです。怒ってる？ルイ子は色っぽい目をしてうまべに体を寄せてくる。全然。続きしてもいいけど。人差し指でうまべの胸をなぞる。その指先を見るといつの間にか金のネックレスがかかっていた。あのこれは？死んだお母さんにもらったものです。お父さんもいつも同じのをしてるでしょ。私のは牛尾さんにあげます。いやとんでもない。いいの。夫になる人にあげるって前から決めてたんです。これは婚約祝いのお返し。チェックアウトの時間大丈夫かな。ほら、もうすぐ10時だ。うまべはルイ子から離れた。もう。ルイ子は缶コーヒーを取り出した。はい、これさっき外へ行って買っておいたの。どうも。そしたらね、ホテルの前でデューク浜地にばったり会ったんです。え？あの人いきなり私にハンカチか何かあるかっていうの。うまべは慌ててもう一度時計を見た。10時だから、これ出したら頼みもしないのにサインされちゃった。迷惑だな。しまった。ほんと、このハンカチ気に入ってたのにもう使えないわ。ロケは？え、オッケー？早く行こう。もう。そう？あ、何？いや、ホテル代が。やだわ。生産ならさっき全部済ませておきました。そうですか。すいません。牛尾さんは堂々としていればいいんです。会計は妻の務めですから。お世話様。ルイ子はホテルのじいさんに鍵を返した。はい、どうも。あれ？あんたまだいたのかい？てっきり一緒にいたのかと思ってたよ。え？何のこと？ルイ子はポカンとうまべを見た。いや、その、何か用事があったんじゃないのかい？とっくに撮影の人たちは行っちゃったけど。え、撮影って？ほら、芸能人にサインをもらおうと思って。サインって誰の？デューク浜地は持ってるから、うまべ仁太郎。うまべ仁太郎、誰その人？ああ、牛尾さんが偽名で使ってた名前ね。そう、役者さんの名前を借りちゃったのね。有名な人？まだ知られてないよ、世間には。でしょうね。私聞いたことないもの。でしょうねって。まあ、知らないか。でも牛尾さんが応援するくらいだから、きっとこれから有名になるんでしょうね。うん、精一杯頑張るけど。そんなにサインが欲しいなら、父に言って頼んでもらいましょうか？芸能界にも顔が利くみたいだから。とんでもないです。やっぱりいらないです。そんな無名の役者のサインなんて。情緒不安定かよ。二人は表へ出た。あ、そうでした、これ。ルイ子はバッグからソフトボールと黒縁のメガネを取り出した。一応変装用にと思って持ってきたんです。こんな体格のいいやついねえよ。はあ。怪しい。うまべは帽子をかぶりメガネをかけた。うん、似合います。じゃあ行きましょう。あ、見張り。うまべは周囲に目を配る。大丈夫です。この私が一緒なんだから、尾行なんてやめるようにってきつく言っておきましたから。そうですか。二人は歩き出した。どうしますか？
自分は本当にサンジがどこにいるか見当もつかないんですよね。サンジ？ああ、あれ。どうでもいいわ。ルイコは子供投げに行った。え、しかし逆付きで。あの時はああでもしないと牛尾さんが何をされるかわからなかったでしょ。はあ。大体私はお父さんに牛尾さんをかくまってもらうために連れて行ったんですよ。それをあんな条件出して追い出すなんて。取り決めなんか放っておけばいいの。大切なのは私が牛尾さんのプロポーズに応えることです。けどそれじゃ殺される。させないわ。え、私たちこれから二人で逃げるんだもの。逃げるって。そう、愛の逃避行。酔ってるな自分に。さまざまな障害のために愛を成就できない男女がその障害を避けるため各地を移り歩いたり、人目につかないところに隠れ住んだりすること、昔の映画やドラマにはよくあった。お父さんとの取り決めなんか届かない誰もいない遠い場所へ。ルイコは遠くを見る目になった。すべてを捨てて進展して二人の新しい生活を始めるのよ。今から？そうよ、今すぐ。でもそんなに急がなくても。何を言ってるんですか。こうなったら一刻も早く渋谷へ出ないと。お腹空きましたね。何か食べてからにしませんか。そんなのどこ落ち着いてからでも。今ここを離れるとロケ隊には戻れなくなる。ウマメにとって真の安全はそこにしかないのだ。それが昨日からほとんど何も食べてないもんで。空腹でめまいが。そんなに。仕方ないわね。この時間に空いてる店あるのかしら。何時だ。閑散としてんな。今何時だろう。11、あ、食べ終わってからか。食べ終わって11時だったら、え、でも、あ、そうか、チェックアウトが10時だから空いてるだろ、10時から。じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。